ばんは。飲み水さん、五次元のレッツさん、オカピーさん、ギフトありがとうございます。もうこれはポニテというか、もうただのボサボサな髪です。ただのボサボサな髪です。頑張ってくださいって、ありがとうございます。まあ坂さんハート、ジュヤさんお疲れギフト、何これ、新しいギフトか。ライディンさん、なんかこれなんて言ったらいいんやろ。なにこれは。なんやろ。なんか鉄砲みたいな。なあ、ナイトプールギフトなの。水鉄砲。水鉄砲。ポージュありがとうございます。めでまぜんゆきさん、バラありがとうございます。これは何、シャボン玉、シャボン玉何これ、これは何だよ、クラゲ、シャボン玉。ヒルシさん、あとイクシアさん、なんかよくわからん、これ何、泡水風船ありがとうございます。ゆうちゃんハート、てこさん、りゅういちさん、つとぽんさんありがとうございます。いいね、ナイトプール行ったことないけど行ったことないけど、サラビアパリピって、パリピじゃないですよ、パリピに見えるかもしれんけどパリピではないです。の後なのに変わらずか、でもね、もうリハ、まあ長い時間踊ったけんね、もう珍しく汗をかきました。あんまり かかないので。パリピの並び違う、鉄砲撃ってみたいって、その話あれでしたのか、 STU チャンネルの24時間配信の時にしたね。したナイトプール似合いそう、わからないので決めてないです。感じはするよね、花火大会とかないし、今
マイルさん、エクシア。何のために昇格できますようにって。中国地方は梅雨明けたらしいね。あ、そうなんだ。まあ、何色かな、分からん。龍一さん、またまたハートありがとうございます。短冊？短冊？何の話？浴衣デート気分味わえるか、それはもう皆さんのその見る人の想像力次第ですね。想像力次第で。スーパーボールスじゃないんだから、明日はあれだから、パフォーマンスだから。スケさんハート、ヤジーマさんハート、イトちゃんハートありがとうございます。ツアーでおすすめの日？ツアーでおすすめの日？もう全部全部発表されたっけ？ツアーでおすすめの日？でもまあどこも同じぐらいかな。どこがどうとかは特にないかな。浴衣でラムネいいですね。かき氷とか。どんな感じになるか楽しみ。まあね、浴衣を見れるだけでね良いでしょう。ゆうちゃん、かわいいギフトたくさんありがとうございます。山口の午前中、山口の午前中はあれなんですよ、あのただ初日の一番最終駅、まあそれはみんなが行けるならどこがいいって言われたらそれはね、当たる前提やったらあれだけど、まあそこはもうね、もう申し込み終わってるので、まあ確かに9月のサンプラザは確かにね、一番、まあそれはもちろん一番あのおすすめではありますが、でもそのそれ以外で言ったら別にどこがどうとかは特にないので全部同じぐらい。でも香川がキャパが広いって聞いて香川楽しみ。どこの吉田さんも可愛いってこと。そんな重圧な、重圧が。花火大胆。もう全部出たっけ？もう全部9
9月のやつ以外全部出たっけ。もう7件分の応募始まったっけ。もう全部終わった。8月の横浜アリーナに STU、 あ、アットジャム、アットジャムのフェスでも STU とは書いてあるけど誰が出るのかわからないので、まあ出れたら嬉しいけどね。それはもちろん。配信あるかなって。あるでしょ。あ、全部出たんだ。そう、全部ツアー7件分全部出演させていただきます。ポポさん、西 NP さん、ありがとうございます。兵庫と徳島は先行販売。あ、そうなんだ。ね、喜ばしいこと。ね、体調に気をつけんと。暑さとかいろ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 。日、しかも昼夜公演だしね。昼夜なのでね。昼夜だからさ、ツアーを配信ないって噂で聞いた。どんな噂だ、どこからの噂だ。メンバーがあるんじゃないかって言ったらそういうことさ。あ、そっか、徳島と兵庫は2日連続の昼夜、やば。あ、でもどっかもそうだ。どっかからの広島、岡山からの広島かなんかも2日連続の昼夜、やばいね。そう考えたらやばい。今日はもう体力使い果たした。ハードですね。
から、いや全然今もう省エネモードではないです。もう今サラが出せるマックスのマックスモードです。失礼な、全然省エネじゃない。何時間ぐらい踊ってたの？まあでも踊っとったな、10時間以上、10時間ぐらいかな、10時間ぐらいかな。あやらさんってサラです、あやらってたまに言われる、宅配の人にもあやらさん、まあはいって言うんですけどねサラです。20世紀ともちゃん、しわいさん、伊藤ひろしさん、ととり太郎さん、スマイルさん、ありがとうございます。10時間以上、正確には分からん、まあ、休憩も含まれてるけんさ、正確には分からんけど、約1ヶ月で14公演、あら、そんな計算になるのか、確かに確かに省エネには見えんってだけ、省エネじゃないって無駄なエネルギーを使わせないでください。省エネ使えって怒ったらエネルギー使うので無です。あやらってその感じがね、サラの感じがね、なんか変換ね出るようになってきた。なんかいなんだろう、こうやっとったけんかな、なんか出るよね。中野さんハートありがとうございます。おいでませんゆきさんお疲れ、ゆきさんありがとうございます。ブログのカフェ広島って、あれ広島じゃないんですよ、あれ福岡なんですよね。そう、広島やったらね、どこのカフェだよ、あ、広島ってか瀬戸内やったらどこだよって場所まで言うけど、そう、福岡やけん書いてない。まあ福岡でも行きたかったら福岡のカフェで調べたら出てくると思う。名前何やったかな、忘れた。あやらちゃんでも可愛い、あやらちゃんって可愛い、まああやら、まああやら、ら、うん、ら、この名前で男の人に間違えられることはないよ。まあ別に見た目で男の人に間違えられることもないけど、モンブランさん、リュウイチさんありがとうございます。生で会えたけどやっぱ可愛い、嬉しい。マスクしとったけんね、マスク外してもいけるようにします。どういうことって感じだけど、吉田沙羅さんっていう女優さんいるんですよ。 CM Now で一緒に乗ってた、すごいよね、用足したら
吉田さらに。マスクじゃなくてあれでよかったよね。あのなんだっけ、なんだっけ、あのフェイスシールド、マウスシールドでもいいじゃんと思ったけどね。本当は誰推しなんですか？いや、サラはあのあれ、あの誰推しなんですかってなんかまだそんな、まだお話し会とかでそんな話したことない人に聞くのは単純にもう気になって聞いてるだけなので、全くもって圧ではないです全くもって全くもって圧では、本当に単純に気になって聞いてるだけ。あのもも前誰推しなんかね、その前誰推しだったんですかとかっていうの聞くのも単純に気になるだけで全くもって圧ではないです。フェイスシールドじゃなくてマウスシールド、マウスシールドです。トークの一つっていうか、ただただ気になるただただ気になる。そう、やばいやばい、危ない危ない、そうそうそうよく来る人っていうか、でもサラはなんか普通になんていうかな、別に何だろう、最初サラだけやったのになんかどんどん推しが増えていく人には圧というか普通に何してんだと思って言うけど言ったり聞いたりするけど、ちゃんと笑いながらね聞いたりするけど、でもあの明らかにどこかから来てくれて人にあの普通に 誰が好きなんですかって聞くのは別にあの何の圧でも何でもない普通に可愛い握手したいっていつかしましょう。そう、ただ本当に気になってるだけです。やましいと思うからそう聞かれた時に圧って感じる人がいるんだよされない人は知っとるか知っとるかどうかですね知っとるか、うん、知ってるんだよ。聞かないってこと聞かないってことは、知ってたら、そう、知っとって、そう、知っとって聞くのはまあ本当に圧じゃん。それは知っとったら聞かない。サーティーさん、いとちゃん、ギフトありがとうございます。やましいことしかないってそんなみんな必死になんか言う何も言わんくても別に、うん、いじられるのもよきって、さあそういう人にはいじらないです。いじらないというか
言い募しないですなんかあの言われたいんだろうなって人には言わないです。もう言わなくなります。言うことすらやめる。そのランキング読もうかな。ピンマ好き？好きじゃない。もう30分だったね。くぅぅ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 。なんでってピーマンは苦いからね。ゴーヤも苦いからね。嫌いな食べ物って食わず嫌いじゃない。食べたことあるよ。食べたことある。はい、ではランキング見たいと思います。カリーギフト2000のピザありがとうございます。48位ウィーザーさん、24位スマイルさん、13位中野、32位龍一、31位とちゃん、10位タネさん、9位浅香さん、8位ミルビュルさん、7位ありがとうございましたさん、6位リネさん、5位ピロシさん、4位おいでませ元気さん、3位ゆうちゃん、2位西 NP さん、1位ライディーンさん、ありがとうございました。はい、ということでぐっすり眠れそう今日は。では終わりたいと思います。明日何時からやったっけ。 STU チャンネル6時7時6時、知らんのか。18時45分からです。では終わりたいと思います。ありがとうございました。